一条ってマジ？おかげで被害は最小限で済んだ。暴走した異能者もおそらく治療できるだろう。本当に助かるんですか？ああ、おそらくな。よくやった。君たちは命を救ったんだ。そうだよな。俺たち本当にすごいことをしたんだよな。そうですね。まあなんだかんだ言って結構ドキドキしたよね。あんたたちってば本当に単純。結局いいように使われてるだけじゃん。まあまあその辺で。今日は皆さんお疲れのようですし。波崎の言う通りだな。明日は念のために午前の授業を取りやめ病院に行くこととする。初陣の後は心身に異常がないか検査を受けてもらう決まりになっている。以上だ。では解散。気がつきましたか？ここはセンターです。何が起きたのか覚えていませんか？無理に起き上がろうとしてはダメです。先輩は丸2日も寝ていたんですよ。2日？一体何が？先輩大丈夫ですか？ユキノは、深山ユキノは一体どうなったんだ？残念ながら手遅れでした。先輩も危ないところでした。異常異能が発現して処理される瀬戸際だったそうです。幸いにも兄さんが止めてくれたみたいですけど。どうして？異常異能の発現理由は不明です。私にも皆目見当がつかなくて。他の先生方は潜在していた心理的ファクターが原因だと考えているみたいですけど。今上の方で先輩の処遇を話し合っているそうです。どうやら異能の発現に支障が出ているようで。私が病院なんか、健康そのものだってのに。ったく、めんどくさ。昨日、あれだけ暴れたんだ。検査は受けておいた方がいい。なんか、ここって何度来ても落ち着かないんだよな。きっと、そのうち慣れますよ。前から思っていたけど、警察署と病院が一緒の敷地にあるのってなんか変よね。先生先生、検査の後はお買い物に行ってもいいですか？残念だが却下だ。検査後は学校に戻って授業を受けてもらう。せっかく数王子に出られたのに残念。ダメですよ、あまり先生を困らせては。とっとと終わらせるぞ。ここに来るのも3ヶ月ぶりですね。そういえばそうか、あの時初めてこのメンツで集まったんだよな。ん？じゃあみんなは前の検査を揃ってここで受けたのか？ええ、そうですけど、何か気になることでもありましたか？あ、いや、
何でもない。気にしないでくれ。神谷蓮司さん、4番診察室においでください。じゃあ行ってくる。検査が終わったらロビーに集合だ。お久しぶりです先輩。ああ、今は先生と呼んだ方がいいですか？好きに呼んでくれていい。さあ早速検査を始めてくれ。初日から早速出動したみたいですね。腹部の負傷は生徒をかばっておったものとか？知っていたのか。先輩の状況はセンターに逐一通知されることになっているんです。何しろ珍しい症状の患者さんですから。先生、レントゲン検査の結果が出ました。骨に異常なしだ。先輩は本当に頑丈な体をしていますね。だからといって無茶は禁物ですよ。面目ない。先生、あの例の件を。ええ、分かっているわ。先輩、彼は研究員の倉野宗司君です。今後は私と彼で生徒さんたちを担当することになりました。そうですか、よろしくお願いします。それで倉野君は先輩から話を聞きたがっているのですが。ぜひともお願いします。何しろ異能が使えなくなるというのは極めて珍しいケースですから。ええ、構いませんよ。で、何を話せばいいのでしょう。ありがとうございます。ではその後異能の様子はいかがでしょうか？特に変化はありません。なんだか今までと違う感覚と言いますか、どうも不思議な感覚で。もう少し具体的に説明できますか？原子みたいな感覚でしょうか。異能そのものは変わらずあるように感じるのに全く発現してくれないような。確かにセンサーの反応も異能の存在を示しているんですよね。とするとアクセスの問題かしら。異能を失う以前のアクセス率はどれくらいだったんですか？それが驚いたことに、記録によれば 2.97% だったものが今日の検査の結果では 5.75% になっているようね。なるほど、それは興味深いですね。何かの間違いじゃないのか？私もそう思い何度も計測しましたが結果は変わりませんでした。異能は機能していないのに、異能を示す数値そのものは以前より上昇しているのですね。こんな症例は初めてで極めて興味深いのですが。まあもう少し経過を見る必要がありますね。なるほど、そうですか。他に何か気になることはありますか？いや、特には。ではお疲れ様でした。これで今回の検査は終了です。先輩、一つ忘れていました。来週末生徒たちにクワッドを受けてもらうことになりました。了解した、生徒たちには伝えておくよ。
上がったよ。たった数人で受けるなんて、なんか寂しい授業だよな。この感じ、なんかテレビで見たことある。子供の少ない村の学校とか、そんな感じのやつ。静かに、今は授業中ですよ。なんで勉強なんか、めんどくせえ。よし、今日の授業はここまで。最後に一つ、君たちに重要事項を伝達する。なんか嫌な予感。来週土曜、みんなにはクワッドを受けてもらうことになった。うわ、予感的中じゃん。マジなの？ついに体験する日が来ちゃうんだ。先生、一つ質問してもいいですか？ああ、もちろんだ。何でも聞いてくれ。クワッドが何なのか一応説明は聞いたんですけど、まだなんかピーンと来なくて。そうだな。誰かクワッドの意義を説明できる者はいるか？はい。クワッドは自分の心の闇やトラウマをバーチャル的に体験し、それを乗り越えるための装置です。失敗したら異常異能にまっしぐらで、死刑執行マシンとも呼ばれちゃっているとか。え、マジ？ああ、危険性は否定できない。だからこそ全員で同時に体験し、みんなで協力し合って乗り越えることになる。はあ、めんどくせえ。あの、私も聞きたかったんですけど、自分の心の奥底を覗き見るのにどうしてみんなでしなくちゃいけないんですか？無意識領域は非常に危険だ。トラウマを乗り越えていない者が一人だけで深く潜り込むと、最悪自我境界を見失い精神が崩壊する可能性がある。だから他人である仲間が必要なんですね。そうだ。もう一つ、仲間が一緒にいることで助け合って問題に対処できる利点もある。理由は分かりましたけど、なんかキモいよね、心の底を見られちゃうなんて。気にすんな、どうせどいつもこいつも似たようなもんだ。そうですね。それに集合的無意識まで潜ってしまえば、そこはもう自分だけの心とは言えないかもしれませんよ。どういう意味だ？そもそも集合的無意識って何なんだ？ユングという学者さんが提唱した説ですよ。簡単に言えば、人の無意識は根っこの奥深い部分でつながっているみたいな感じですか？そうだ、ナミサキ、補足説明をありがとう。どういたしまして。先生もそれを最初に説明すべきでしたね。鈴平、これでわかったか？はい、なんとなくだけどわかりました。説明ありがとうございました。本当かよ。あんたマジでわかったの？わかってるよ、多分だけど。よし、今日はこれで終わりだ。では解散。やりました。上がったよ。何か用ですか？波崎、おはよう。
おはようございます。波崎、ちょっといいか。はい、何でしょうか先生。初陣の感想はどうだった？正直に言ってあまり芳しくありませんね。この先が少し不安に思えてきました。そうか。しかし心配する必要はない。この先経験を積めば。いえ、そうではないんです。というと？思うのですが、やはり先生は異能が使えないのですし、後方に下がって式に専念された方がいいのではないでしょうか。つまり俺では頼りないということか。いえ、そこまで言うつもりはありませんが。すいません、言い過ぎました。今の言葉は忘れてください。言葉をあれこれ尽くしても無駄だろう。この先行動で信頼を勝ち得ていくしかないな。こんなのが何の役に立つんだよ。上がったよ。ありがとうございました。よし、業者に頼んだ食材はちゃんと届いているな。あの先生、いつも食事を作っていただいてすいません。気にするな。どうせ自炊するなら一人分も全員分も変わらない。それでどうした？何か困ったことでも？実は私にも準備を手伝わせてもらえませんか？それはありがたいが。よし、だったらそこにジャガイモが洗ってあるから皮を剥いてくれるか？はい、頑張ります。包丁が苦手ならそこに皮剥きがあるぞ。おお、これですね。失礼しました。朝日はあまり料理とかしたことがないのか？はい、お恥ずかしながら全然です。他の家事ならそこそこ自信があるんですけど。そうか、偉いな。それで、あの先生、この前は本当に申し訳ありませんでした。そうか、それで手伝ってくれているのか。前も言ったが、本当に気にしなくてもいい。気にします。私の不注意で先生に迷惑をかけてしまって。迷惑とか思っていない。むしろあれは俺の不注意だ。気遣わせてしまって悪かったな。いえ、あれは。あれあれ、お台所で何をしているの？あ、長宮さん、夕食の準備を手伝おうと思って。すごい、朝日さんも料理とかできるんだ。いえ、お手伝いしているだけです。私料理が苦手でして。そのだったらもっと偉い。頑張って、応援しているから。相変わらずのマイペースぶりだな。先生、いつもすいません。今日も飯をご馳走になっていいですか？ああ、もちろんだ。もう少し時間がかかるから食堂で座って待っていろ。なんだ、まだ飯なんか作ってるのかよ。あれ、珍しいじゃん、上白がこの時間に食堂に来るなんてさ。
うるせえよ。俺のことはほっとけよ。上白さんも先生に胃袋をつかまれちゃったみたいですね。まあぶっちゃけコンビニ弁当も食べ飽きたしね。レトルト食品よりは栄養があるのもやめませんしね。今日は全員食堂に集まっているみたいですね。よかったよ。どうやら俺の料理をみんなに気に入ってもらえたようだな。はい、明日から私も夕食の準備を手伝いますね。おはようございます、先生。先生と？いいけど、どこ行くんですか？まあ、ありがとうございました。その後、沢村の状態はどうですか？とりあえず無事だ。意識はまだ混濁しているが、異常異能も落ち着いて、すでに病室での事情聴取も始まっている。そうですか。それで、何か成果はありましたか？あまり大したことは聞けていない。ただ、一つだけ、何やら気になることを言っていたがだ。気になることですか？沢村は、異常異能の発言中に誰かと話をしたと言っているのだ。それは妙な話ですね。当時事件現場となった沢村家には沢村しかいなかったはずでは。ああ、そのはずだ。事件現場は異能部捜査一課に包囲されていた。誰かが出入りできるはずもない。ならば単なる幻覚では。異常異能発言時には原始や幻聴をするものが珍しくないと聞いていますが。そう考えるのが妥当なんだろうな。実際沢村自身もそいつと何を話したのか覚えていない有様なのだからな。もし何か分かったら教えていただけますか？もちろんそうする。うちと RAUT は情報面で連携することになっているからな。ありがとうございます。それでは、今日はこれで失礼します。ああ、すまん。一ついいか。波崎圭は元気にしているか？はい。今のところ問題はありませんが。もしかして、波崎が事件と何か関係しているのですか？いや、これは事件とは関係がない個人的な質問だ。ただ、圭君の親父をよく知っていてな。波崎圭の父親。波崎刑事は風間さんの同僚だったんですね。ああ、同じ釜の飯を食った仲だった。神谷は圭君の起こした事件を知っているな。結構大きな騒ぎになったもんだ。圭君はまだ小学生だったのに異能者バッシングの標的としてマスコミから吊るし上げられてな。おかげで波崎刑事は捜査一課から外されて今も冷や飯を食わされ続けている有様だ。波崎刑は元気にやっていますよ。他の生徒ともそれなりに仲良くできているようです。そいつはよかった。まさに不幸中の幸いというやつだな。あれから彼らは元気にしているのか？はい、みんな今の生活に適応しようと頑張っています。もちろん波崎圭も。そうか。もしも異能がなければ危険な任務を課せられることもなく普通の学園生活を送ることができたろうにな。安心してくださいとまでは言えませんが、生徒たちは俺が守ります。
お、新米教師が一発の口を叩くんだな。とはいえその意気だ。頑張ってしっかりと支えてやるんだぞ。はい。長宮、やってるな。あ、先生。長宮が訓練しているとか珍しいとか、そう思っていませんか？それは別にいいんですよ。実際、私あまり自主練とかしていませんでしたし。やはり何か思うところでもあったのか。そこまで大げさな話じゃないんですけど、ただ漫画を読んでいたらなんだか体を動かしたくなっちゃいまして。漫画の影響とか言っているが、その割に基本は身についているみたいだな。これでも私結構トレーニングとかしてたんですよね。病弱なのを克服したくて。なるほどな。長宮も頑張ったんだな。頑張ったけど、そんなの全然無駄だったんですよね。結局元気になれたのは伊能のおかげで。無駄じゃないさ。健康になれたのが伊能のおかげとしても、機敏に動けるのは努力の賜物だろ。確かにそれはそうかもしれませんけど、はあ、やっぱり体が自由に動くのって気持ちいい。先生も一緒に体を動かしませんか？ああ、今度な。今朝はいろいろと立て込んでいるんだ。はい、じゃあね先生。キルゲット。もうよし、今日はこれまで。みんな気をつけて帰るように。はい。なんだよ、みんな元気ねえの。クワッドってそんなに怖いものなのかな。鈴平は怖くないのか。怖い怖くないって以前にいまいちピンとこないんですよね。なるほどな。まあみんなが怖がるのも無理はないと思う。そんなにクワッドって怖いものなんですか。まあそりゃ怖いさ。自分にとって一番恐ろしいものを見に行くわけだからな。おまけにそれを他人に知られることになる。そういえば先生はクワッドを経験してるんですよね。やっぱり先生も怖かったですか。ああ、恐ろしかったよ。そっか、そんなに怖いものなんですね。ありがとうございます。今度よかったら体験談を聞かせてくださいよ。ああ、なんなら今からでも構わないぞ。
今日は予定がありますんで。じゃあこれで失礼します。おはようございます。今日のクワットも私が担当します。よろしくお願いします。もうクワットが何かは教わっていると思いますので、今から話すことは最終的な注意事項になります。クワットでは皆さん自身の無意識、特に心の暗部を擬人化した存在と対面することになります。その姿は影のように見えることもあれば、自分そっくりの姿で現れることもあり、私たちはそれをドッペルと呼んでいます。ドッペル、そういえばドッペルゲンガーって怪物がいましたよね。ゲームで見たことあるよ。確か自分そっくりで会ったら死ぬってやつだっけ。そう、死ぬほど恐ろしい存在です。けれどみんなにはドッペルを客観視することで恐怖を克服してもらいます。克服ってなんか簡単に言ってくれるわね。それって本当に克服できるものなんでしょうか。できるできないではなく、克服してもらうのが目的です。もう美人なのにこの先生厳しい。まあ安心してください。クワットにも階層があって、最初は浅い階層から体験してもらいますから。浅い階層で会うドッペルはせいぜい黒い影のようなものだ。それに克服に協力してくれる仲間も一緒にいる。浅い階層、仲間が重要。なんか本当にゲームみたいですね。実際心というダンジョンを潜っていくようなものだそうですよ。そうですね。浅い階層は表層意識、心の中でも分かりやすく馴染み深い要素で構成されています。そして深い階層になればなるほど深層意識、自分でも自覚していないような無意識の思いと直面することになるでしょう。最終的には心の奥底に潜んでいる心理的外傷、いわゆるトラウマと対峙することになります。そういえば異形とか出てくるのでしょうか。ああ、異能の力の影響で異形は出現する。なんか本当にダンジョンみたいですね。道に迷って出られなくなったりしないですよね。何かあっても一定時間が経過したら強制的に終了します。クワットは精神的負荷が大きいので。精神に異常をきたした場合も強制終了するでしたよね。ええ、そうですね。ただ1回のクワットでは全員のドッペルには遭遇できないこともあります。その場合回数を分けて実施することになる。長宮、どうした？質問か？はい、先生も一緒に来てくれるんですよね。無論俺も同行するが、クワッド中での行動には極力口出しをしないことになっている。神谷先生が介入すればクワッドに先生の意識が過度に反映されてしまう可能性が高いの。私も質問があるのですけど、ドッペルの姿って大勢の人に見られたりするんですか。私を含めた研究員には皆さんが具体的に何を見ているかまでは分かりませんので、その点は安心してください。そうですか。
けどそれって何かあっても阿久津先生たちにはわからないってことじゃないですか。まあそうだな。だからこそクワッド内での出来事には自分自身と仲間で対処する必要がある。役に立たねえんだな。まあ期待しちゃいなかったが。以上、説明は終わりです。それでは準備が終わり次第始めてもらいます。全員いるな。すっげー、めっちゃリアルじゃん。装備の重さまで感じられるし。先ほども説明したが、異形と遭遇する可能性がある。くれぐれも油断をするんじゃないぞ。はい、心得ています。長宮、お前はもう少し肩の力を抜け。緊張しすぎていても状況にうまく対応できないぞ。あ、はい、すいません。なんだよ、長宮さんにしては珍しいじゃん。前はあんなにノリノリだったのに。お願い、今は放っておいて。そうか、ごめん。異形だ。全員戦闘態勢。はい。この敵なら火が良いでしょう。炎よ、はぜろ。さっさと次行くぞ。全員無事だな。はい。嫌だ嫌だと思いつつ、なんか異形の相手も慣れてきちゃったわよね。とか油断してると多分ヤバいことになるのよね。長宮、お互いに気をつけよう。あ、ええ、そうね、気をつけます。おお、すげえすげえ。なんだ今の声は。みんな気をつけてください。黒い影のようなものが近づいてきています。揃いも揃ってしけたつらしてんだよ。そんな力があるのならもっと楽しそうに思う存分暴れてみせろよ。これがドッペル？だとすれば一体誰の？俺にもそんな力があったらな。誰か俺にもその力を分けてくれねえかな。俺は世界が退屈で退屈でたまらなくてさ。先生、一体どうすれば。事前説明を思い出せ。これは自分たちで解決すべき問題だ。本当に退屈でつまらない。いっそこんな世界ぶっ壊しても面白いかもな。なあ、お前らもそう思うだろ。なんだよ、
全員揃って仕方かよ。そうかそうか、下手に話しかけて俺が誰のものなのかバレちゃうのが怖いんだろ。お前ら本当にうじうじとキモすぎんぞ。もっと勇気出せよ。パーッと行こうぜ。ああ仕方がねえな。よし、ここは一丁ケーキ漬けに。俺が遊び相手を用意してあんよ。やってやる、やってやるぞ。誰の分身か知らないけど、そう思うのなら頑張って人生を変えりゃいいじゃないの。島森さん、だってなんか黙ってられなくなって。ああ俺はそういうのはダメ。努力とか根性とかいまいちなんだよな。なんていうのかピンと来ない感じがしてさ。ああそうだ、その力を俺にくれよ。気をつけろ、また異形が現れたぞ。良いでしょう。炎よ、はぜろ。残念。名だゆいですよ。しゅ落ち着いて。つえつえ
遊んでくれよな。どうせお前らじゃこの先は。消えちゃいましたね。トッペルってあんな風に出るんだ。一体誰のものだったのやら。まあ詮索するつもりもありませんが。その方が良さそうですよね。詮索しなくても本人には分かってるんじゃねえのか。先生、今の対応で良かったのでしょうか。それも自分たちで判断するんだ。ゆっくりでいい。ドッペルと対話するのを恐れるな。無意識の世界と聞いていましたが、案外見た目は普通なんですね。ここの情景はみんなが日頃見ている光景の記憶を平均化して具現化したものだからな。よかったです。いきなり怖い世界が広がってたらどうしようって思ってましたから。平均化されているってことは、一人でクワッドを使用すれば怖い場所が見られるのかもしれませんね。絶対に見たくないです。そもそも一人でクワッドなんて。おい、おしゃべりはそこまでだ。次のが来たみたいだぞ。何もしてこないみたいですね。何？今度のドッペルはなんかやけにおとなしいみたいだけど。危ない、気をつけろ。油断させて不意打ちとか、実はやる気満々じゃないの。やってやる、やってやるぞ。落ち着いて。浅はかですね。炎よ、果てろ。炎よ、果てろ。さっさと次行くぞ。私の世界に勝手に入ってきて。いつもそうです。断りなく世界は変化する。必然などなく、行いも関係なく、他者により、不条理により、世界は変わっていく。私もそう、不条理の一つ。そうだ、いっそのことあなたたち、私を殺してください。クールに決めます。位置の表強化。二刀流だからこその技っすよね。ダブルサイン。二刀ダブルサイン。ほらほら、こっちだよ。
ダブルセイ。ミートダブルセイ。クール一の評評価。クールに決めます。一の評評価。前方クリア。やたらさっき立ってたけど、一体誰のドッペルなのやら。確か殺してとか言っていましたね。あの詮索はちょっと。いや別に詮索する気はないけどさ。あのすいません、今のは多分私のドッペルだと思います。え、今のが朝日さんの。今頃それを言って何か意味はあるの？もうドッペルは消えちゃったのに。長宮さん、言わなきゃ誰も気づかなかったかもしれないのに。誰もあなたの心の闇なんて知りたくも。ごめんなさい、私も最初は確証が持てなくて言えないままに戦いが始まってしまって。やめなよ長宮、せっかく朝日が勇気を出して言ってくれたのに、その対応はあんまりじゃないの。あのいいんです、今のは私が悪いんですから。よくないわよ。私は自分のドッペルが出てきても朝日みたいに告白できるかわからないし。めんどくさい。口喧嘩なら戻ってからにしろ。そうですね、とりあえず今は進みませんか。屋上の様子も特に変わりはないみたいね。いや、そうでもないみたいですよ。いや、お前ら他のドッペルはどうしたんだ。ここまで来たってことは殺したのか。ただそこにいただけの奴らをお前らは殺して進んできたのか。だったら何が。まあそれっていいことなのか悪いことじゃないのか。悪事は報いを受けるべきなんじゃないのか。ああなるほどな、理解したぜクソ野郎が。とんでもねえ茶番だ。お前が俺のドッペルってやつなんだろ。神城さん、ほう認めるのか。お前は仲間の前で。うるせえ、もうめんどくせえからしゃべんな。どうせ戦うんだろ、だったらごちゃごちゃ言ってねえでさっさとかかってこい。そんなに血が見たいのか。お望み通り殺してやれ。みんな気をつけろ、来るぞ。1の評価。
ついて。クール位置の表強化。クール位置の表強化。バッ応急処置で。やっぱり休ませてよね。さあやろう。位置の表強化。く位置の表強化。クール位置の表強化。つよくそ。もっと頑張んなきゃ。これあ僕でもいつまで続く。くだらねえ。すごい。別にすごかねえよ。とっとと終わらせたかっただけだ。いやいや、お前すげえよ。もしかしたら何も考えてねえだけかもしれないけど。はあ？お前喧嘩売ってるのか。まあまあ、鈴平さんは言葉が足りないだけで素直に感心してるだけだと思いますよ。言葉が足りないって、実際そうかもしれないけどさ。上人、よくやった。理想を言えばもう少し対話を試みてもよかったのだが。ぶっ潰したんだから文句ねえだろ。あの、まだ続けるんですか。今日はここまでだ。撤収する。お疲れ様。これで本日のクワッドは終了よ。みんな、はい。大丈夫？大丈夫かって聞いたの。ごめんなさい。無理もないで。なん？あ、鈴ひ。いや、ご。わかる。とはいえ、まだ。あ。きっと寝坊をして起きているせ。おい。あ、はい。食堂掃除って。いいえ、ごめんね。私、あの、もう一つ、あれは当然つぐ、そう、なか、ごめん。いい。す、あ、どっす、そう、やっぱす、あ、せ、そこの扉、うん、何か、紙し、確かに悔しい。ありがとう。それあのよ、おはようございます。